こんばんは。ゆっくりドラクエ大好きマリサだぜ。同じくレイムです。アイポンです。今日はドラクエを探せの第2回なんだぜ。群馬県大浦郡、大泉町、ハード4大泉店に向かっています。今は国道354号線沿いを走っている。ここのトイズプラネットもレトロが充実しているんだぜ。寄り道するのね。このお店には求めるドラクエはなかったぜ。初代メガドライブミニが9800円で売ってました。プレミアがついているのね。ウプ主は2台持ってるぜ。今、アマゾン見たら1万6000円もしてるわよ。こや、夕飯はアイポンのおごりだな。そういう茶番はやめましょう。焼肉牛角の隣なのね。着いたんだぜ。店先がとっても庶民的に感じるわ。ここはハードオフだけでなく、オフハウスと一緒のお店なんです。オフハウスは家具や洋服なんかを取り扱ってるんだぜ。ニューファミコンね。税込み13,200円。PC エンジン GT だわ。携帯型で PC エンジンのゲームができるんですよね。稼働時間は単三電池6本で約3時間程度なんだぜ。燃費が悪くて、持ち運んでゲームするには躊躇するわね。ボンバーマンとフィールドコンバット。オンボゴ、オンボゴ、ボンバーマン。面白すぎて、怪我しちゃうわね。初代ファミコンが6600円。これは AV 出力に改造したもののようですね。実質、ニューファミコンね。謎の村雨城とファイナルファイト1。奥の方の1万2000円の箱のゲーム機が気になるわね。当たり、フラッシュバックないんだな。当たり2600のゲームが100本以上収録されているらしいです。それはお得ね。メガドライブのベアナックルとベアナックル2。ガンスターヒーローズと幽遊白書もあるわね。なんか値段がわからないわよ。ウプ主は最近老眼がきつくてな。そういう問題じゃないわよ。もっと良いカメラ使いなさいよ。あんまいいカメラ使うと映り込みに見にくい姿が。それでも見えちゃったら、ごめんなさいね。任天堂64と、スーパーファミコンのコーナーね。バンジョーとカフィーの名前の由来は、任天堂の山内博さんのお孫さんの名前がバンジョーさん、息子さんの名前の勝人さんから取ったんだぜ。バンジョー2はウプ主も大好きなタイトルなのよね。スイッチオンラインに来るのが待ち遠しいわ。いただきストリートがありますよ。北斗の剣語もあるわね。北斗神拳伝承者ケンシロウは死んだ。原作虫の混沌パラレルストーリー。原作ファンからは満場一致でクソゲーの評価。そこまでひどい評価だと、むしろやりたくなりますね。ドラクエモンスターズ税込み1000円。箱と説明書あるなら妥当な値段だな。その後のミレイユの運命考えるとちょっと複雑な気分になる内容なのよね。プレイステーションで出たリメイク版は軽くプレミアついてるんだぜ。シリーズ最高傑作と言われてるソニックアドベンチャーに。今やるなら Xbox がどうにか現役だな。映画も大ヒットしてるのだからスイッチに移植してほしいぜ。ファミコンコーナーね。ウプ主の大好物のキャプテン翼があるわ。これは2だな。原作最終回の続きで、こっちが静止にふさわしいと言われるほどストーリーがよくできてるんだよな。ジャンク品コーナーね。大山信代さんも大好きな、アルカの井戸ですね。さんまの名探偵。ファミコンショップヒーローはレトロ収集家の敵ね。あのシールを剥がせたという人を見たことがない。名作が揃ってるわね。全くレアではないが一度はプレイしておきたいゲームばかりだな。欲しい、欲しい、R4。あの頃のソニーの CM は、どれも神が勝ってましたよね。ファミコンの水戸黄門は喋るのよね。このお店はジャンク品が充実してるわね。もっと細かく見るべきだったと撮影終わってから公開したんだぜ。マリオパーティー4ですね。ここはスーパーファミコンの裸ソフトね。裸。なんか、エッチだ。竜騎兵団ダンザルブ。
マニアックすぎてわからないわよ。すっぱり大相撲立身出世編。ゲーム内容は初代突っ張り大相撲とほとんど変わってないんだぜ。このシールは優しさを感じるわね。ボンバザル500円。ボンバザルはスーパーファミコンのサードパーティー初リリースタイトルなんだぜ。スーパーモモタロウ電鉄2が1000円。セーラームーン S が1000円。プレイステーションさんのコーナーね。330円が多いですね。800円もあるじゃない。バイオハザード6の在庫が多いな。220円は安いわね。情熱が世界を照らす RPG。 伝承はいつしか希望になる。ライトニング様は永遠の憧れです。オーディンを召喚します。ドラゴンボール Z バーストリミット。ストーリーがサイヤ人編からセル編までしかなく、魔人ブー編が収録されていないのよね。シリーズ最高ボリュームのスパーキングメテオ3の後の発売なので、物足りないゲーム内容でした。お、ドラクエあったぜ。ドラゴンクエストヒーローズね。シリーズの派生作品であり、初のアクション RPG。開発は無双シリーズを手掛ける光栄テクモゲームスのオメガフォースなんだぜ。ドラクエでは本格的に声優さんを使った初作品なんですよね。女優の桐谷美玲さんに熱心に演技指導する堀井雄二先生を見たわ。主人公役の松坂さんはきったりの配役でした。 XBOX コーナーね。当時からナルトは XBOX に力を入れてたな。ナルトは世界人気がすごいから、海外市場に強い XBOX は無視できなかったんでしょうね。 PSP のコーナーね。イースタイ空の奇跡とは、イース側の参戦キャラはアドル以外にドギしかいないような気がするわ。リリアやフィーナが出るならぜひプレイしたいな。PSP の中古はソフトのプラスチック部分がカパカパするの多くて、そこを接着しないとプレイができない場合が多いんですよね。ダウンロード版があるなら PSP ビータでプレイするのが一番だな。ウプ主はビータ TV 持ってるのよね。あれも Amazon ではプレミア価格ついてるな。やっぱり夕飯は iPhone のおごりね。さっき牛角で食べたじゃないですか。 PS2 の聖剣伝説4ね。従来作を無視した不親切で高難易度のシステム、薄い電波で超展開という三重苦のシナリオ、ひたすら報われない主人公、世界観とムービーシーンは好評。この聖剣伝説4は2006年クソゲーオブザイヤーの次点タイトルでした。ぷよぷよフィーバーね。従来のぷよぷよシリーズを開発していたコンパイルの倒産に伴い、本作ではセガがぷよぷよ全般の権利を引き継ぎ販売したタイトルになるぜ。再アニメ化が決定したルローニケンシンね。作者の和月信弘さんは、当時のジャンプ作者集合で結構びっくりしました。ちょっとイメージが違ったのね。でもワイルドで素敵よ。ファミコンのジャンク品だな。ジャンク品でも大体動くのがハードオフ。しかし、これはどうだろうか？スーパーファミコンのジャンク品ね。状態はまちまちだな。このお店もゲームキューブが高いわね。ドラクエがありましたよ。ニンテンドー Wii のドラゴンクエストコレクションだな。ロトシリーズ3部作のタイトルをリメイク含めて5本復刻移植して1本に収録。記念特典も同梱されているのよね。今じゃありえないくらいの大盤振る舞いタイトルなんですよね。さすがドラゴンクエスト25周年記念タイトルなんだぜ。実は Wii の本体の中古は高騰傾向にある。状態によっては Wii U の中古本体よりも高いくらいなんですよね。そんなわけで今日はハードオフ大泉店でドラクエを探してみたんだぜ。今回もほとんどドラクエなかったわね。レトロゲーム巡りになってしまいました。レトロゲームブームもそうだが、ここ最近の円安の影響で外国の人が買い漁ってるって事情もあるんだぜ。いつか最高のドラクエにたどり着きたいわね。では次回のドラクエを探せでお会いしましょう。高評価、コメントお願いするんだぜ。